さか足元に花火があるなんて。子供たちは危険ですから離れてください。暑い。大惨事です。綺麗とか言ってる場合じゃありませんから。みんなで花火をするのってとっても楽しいですね。今度は両手持ちで行きますよ。二人で花火をしてると恋人同士に見えるんでしょうか、なんて。あなたにもお仕えさせてもらえませんか。やっぱり今の言葉は忘れてください。働くのって楽しいですね。あなたと一緒だともっと楽しく感じちゃいます。休憩時間に海へ行きたいんですか？もちろんいいですよ。一緒に泳ぎましょう。私ドジだから砂のお城って完成させたことないんです。一緒に作ってくれるんですか？ありがとうございます。水着姿を褒めてくださるのは嬉しいですが、あまり見つめられると恥ずかしいです。ご用はありますか？もしもなくてもおそばにいてもいいですか？ついちゃって。あ、お腹でも痛いんですか？心配。私お腹をサスサスしますね。サス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 。あ、私もやる。元気になれママサレン。サスサス。あ、ちょ、くすぐったいわよ。気遣ってくれて嬉しいけど、ごめんあやね。できれば自分の手でさすってくれない？プー吉をゴリゴリ押し付けないで。おいおい、俺になんか不満でもあんのかよ。大丈夫だよ、プー吉は紳士だから優しく撫でてくれる。私もよく肩が凝った時とかプー吉を使って揉みほぐすけど、全然痛くなくて気持ちいいよ。孫の手みたいに使ったらプー吉がかわいそうですよ、あやねちゃん。別にいいよ、どんな形でも誰かの役に立てるなら本望だ。本当に紳士だわ。まあ何はともあれどうか心配しないでね。ちょっとサレンディア救護員の懐事情が厳しいっていうあんたたちには関係ない大人の悩みだから。ママサレンはすぐ私たちを子供扱いする。そんなにお金に困ってるんですか、ママサレン。すぐに経営が傾いてみんな路頭に迷うってほどには逼迫してないんだけど、全体的に資金なんでね、頭を抱えちゃうわ。早いうちに根本的な解決をしないと、わびしい生活を続けることになりそう。あんたたちにはできればいい暮らしをさせてあげたいんだけど。考えうる限りあらゆる箇所で節約してはいるんだけどね。根本的に収入が足りないわ。支出をどれだけ抑えてもこれじゃ生活は立ち行かないかも。お嬢様。あれ、どうしたのスズメ。
あんまりドタバタしないでね。エレガントじゃないわよ。ごめんなさい、私ったらほんと落ち着きがなくって。それよりもお嬢様、私ちょっと短期のアルバイトをしてもいいでしょうか。はい、アルバイト別に構わないけど、ずいぶん急な話ね。いや、前からちょっとバイトとかしたいなって考えてはいたんですよ。サレンディア救護院、あんまり経営状態が良くないでしょ。うん、今まさにそれで悩んでたところよ。ですよね。それで私も働いてちょっとは家計を支えたいなって思ったんです。ここでの暮らしにも慣れてきて、子供たちも手がかからなくなってきましたし、家事もあの方とかコッコロちゃんとかみんなが分担してやってくれますから、昼間割と私は手持ち無沙汰なことが多いんですよ。それで暇を持て余すぐらいなら外に働きに出たいなって、そんな感じで就職情報誌とか読んでたら良さそうな仕事を見つけたんです。ほらほら、簡単な短期のバイトでお給金もかなりいいんですよ。見せて。確かに割のいい仕事ね。内容も給仕や清掃とか、スズメが普段やってることと同じで難しくもなさそうだし。どれどれ。あ、海の家でアルバイト。海の家って何。あ、なんか海辺に出てるお店みたいなの。焼きそばとか売ってるんですよね。昔誰かと一緒に行ったような気がします。確か家族で、つまり両親と。私の両親はロストしてるので曖昧なんですけど、そんな記憶がうっすらあるようなないような。両親のことを考えると頭が痛くなっちゃいます。大丈夫？頭を撫でてあげるね。さっすさっす。ありがとうございます、あやねちゃん。私のことはともかく、すずめお姉ちゃんが働きたいなら応援したいです。確かに昼間あんまり何もやることなくて暇ですし。私も退屈すぎて読みたくもない本とか読んでるぐらい。そっか、まあサレンディア救護院はまだ何も活動とかしてないものね。私は細かい経営上のあれこれとかいろいろ詰めてて忙しくしてるけど、あんたたちは暇よね。ごめん、そこまで考えが至らなくて、むしろ申し訳ないわ。お嬢様が謝ることでは。それよりもとりあえず働いても OK って感じでしょうか。それなら履歴書を作って早速先方に提出しちゃいますけど、もちろんお給金は全部サレンディア救護院の運営資金に回しますので。いやいや、あんたが稼いだお金は自分自身のために使いなさいよ。綺麗な服とか着て、美味しいものでも食べて遊んだりすれば。お嬢様の、サレンディア救護院のお役に立つことが私のしたいことです。そうよね、スズメならそう言うわよね。ほんと昔からいい子なんだから。でも安心しました。てっきり反対されるかと思ってたんですよ。お嬢様ったら過保護だから、私たちがなるべく苦労しないようにしたがりますし。そうかしら、私基本的に可愛い子には旅をさせる主義よ。でもスズメはすっごいドジだしね、先方に迷惑かけないか心配だわ。逆に海の家を破壊して賠償金を支払わされるみたいなオチは勘弁よ。大丈夫です、多分。
なるべく気をつけますから。うん、まあ信じるけど。スズメは普通のバイトは初めてでしょ。慣れないうちは無理しないようにね。あと変な男にナンパとかされても絶対についていかないように。それと日差し対策とかもしっかりして。わかってます。私もちっちゃい子じゃないんですから。私一生懸命頑張って働いてきます。大好きなみんなのために。お嬢様と子供たちのために海の家で働くって決めたんです。きっとお役に立ちますよ。なんだか不思議な気分です。こうしてあなたと海で二人きり。あ、口に出すと恥ずかしいですね。ちょっといけないことをしている気分になります。私ってどこにいても何をしてもドジのままで、いつもあなたに迷惑かけちゃってますよね。そんな私にあなたはいつも優しくしてくれて。たまに思うんです。もしもお嬢様以外に私がお仕えする人がいるとしたらって。そんな時真っ先にあなたの顔が浮かぶんです。私はあなたにいつも支えていただいているんです。ドジでダメダメなメイドだけど、あなたさえよければこれからも一緒にいてください。頼むよ、スズメちゃん。五章だから僕を助けると思って協力してほしい。僕も料理とかはするけど、資材を搬送して海の家を建てるときに腰をやっちゃってね。とても接客はできそうにないから、スズメちゃんに頼むしかないんだ。でも接客だけならわざわざ水着にならなくてもできますよね。それはそうだが、そうじゃない。君は海に遊びに来る客の好みを分かってない。可愛い水着の女の子が接客してくれるから嬉しいんだ。みんなにひと夏の思い出を与えてあげようよ。それが海の家ってもんだ。だいたいそんな厚着をしたまま動き回ってたらすぐ熱中症でぶっ倒れるよ。ほら、水着はこっちで用意したから着替えて着替えて。え、店長さん、なんで私の水着のサイズをご存知なんでしょう。君はバイトの募集に答えて履歴書を送ってくれただろ。そこにプロフィールが書いてあったからね。この海の家では水着のレンタルなんかもしてるから、いろんなサイズを用意してるし、水着の他にも浮き輪や水鉄砲などのレジャー用品も完備、更衣室やシャワーも設置、飲食物も豊富に取り揃えてある。ここが理想の海の家だ。それなのに絶好の海水浴シーズンだというのに、なぜだろうね。あんまり誰も海辺に近づいてこないんだ。おまけに他に雇っていた海の家のバイトも当日になって無理ですとか言い始めて辞めたりして、実際スズメちゃんだけが頼りなんだよ。でも僕は海水浴に来た客を当て込んで、この海の家をかなりの初期投資をして建ててしまった。このままじゃ丸損だ、大赤字だよ。
せめてわずかにいるお客さんを確実に捕まえてお金を落としてもらわないと。そのための水着だ。分かってくれるね。もしスズメちゃんにまで見放されたら、僕は、そして町に残してきた妻と息子は路頭に迷ってしまう。最悪の場合、一家で首をくくるしかない。スズメちゃんだけが頼りなんだ。僕の、そしてこの海の家の最後の希望なんだ。どうか頼むよ、力を貸してほしい。期待が重すぎます。でも店長さんの話が本当ならかわいそうですよね。なんとかしてあげたいです。見殺しになんてできません。お嬢様たちに勇んで働いてきます、なんて言って出てきてしまった手前、何もせずにすごすごと帰っちゃうのもなんだか情けないですし。わかりました。私がどれだけお役に立てるかはわかりませんが、精一杯頑張ってみます。本当かい？ありがとう。君は女神だ。メイドさんの姿をした女神だ。では早速水着に着替えてほしい。はい、更衣室をお借りしますね。着替えてきました。なんですか、あんまり見ないでくださいね。恥ずかしいんですよ。僕の目は節穴じゃなかった。最高に綺麗だよ、スズメちゃん。君は逸材だ。この海の家の救世主だ。君が手伝ってくれるならなんとかなるかもしれない。僕は早速料理をするから、君は店内の清掃と客の呼び込みを頼む。仕事のやり方は働きながら一つ一つ覚えていってほしい。大変かもしれないけど頼むよ。給料は2倍出すから。はい、なんとか頑張ります。恥ずかしい、顔から火が出そうです。でもお給料は弾んでくれるみたいですし、経営難のサレンディア救護員のために頑張って働かないと。お嬢様、スズメは全力を尽くします。まずは店内のお掃除ですね。お掃除なら得意です。お店の中をきれいにしてからお客様を招き入れて。でもお客様って本当に来るんでしょうか。行きがけに見た感じ、海辺にはほとんど誰もいなかったような。まあお客様がいないならあんまり水着姿を誰にも見られなくて済むのでいいんですけど、海の家としてはお客様が一人もいないと困りますよね。お掃除をしたらちゃんとお客様の呼び込みもしましょう。恥ずかしいですけど大丈夫、誰も海の家の店員なんかにそこまで注目しないはずです。知り合いでもない限りすぐに私のことなんか忘れちゃうはず。一緒にお店で水着を選んであげたりしましたけど、まさか私のバイト先と同じ海辺とは。南国に行くっていう話だったからもっと遠方なのかと思ってましたよ。どうしたの、スズメちゃん。お客様が来たなら雑談してないでちゃんと注文を取ったりして。
いらっしゃいませ。海の家ソルティーウォーターメロンへようこそ。おお、何か美味しそうな名前なんですね、この海の家。って、あれ？こんにちは。確か、サレンディア救護員のメイドさん、スズメさんでしたよね。奇遇ですね。お会いできて嬉しいです。抱きしめてもいいですか？話には聞いていましたけど、本当に今日は美食連の皆さんで海水浴に来てるんですね。仲良しで羨ましいです。いつもうちのコッコロちゃんやあの方がお世話になっています。ああ、いえ、こちらこそそういえば、あの人やコッコロちゃんはサレンディア救護院で寝泊まりしてるんでしたっけ。だからうちのなんですね。いいなあ、あの人たちには家族ができたんですね。あ、ちょっと慣れ慣れしかったかもしれません。あの方たちはあくまでうちを仮住まいにして居候してるだけですし、いつか出ていくかもしれませんし、あまり情を移しちゃダメですよね。いいんじゃないですか。いつかなんて悲しい未来は永遠に来ません。というのは言い過ぎでも、考えたって仕方ないですよ。それよりもお飲み物とか注文してもいいですか？あ、はい、どうぞ。熱中症になったら大変ですからね。しっかり水分補給してください店内で飲んでいかれますか？後でグラスを返却していただけるならお持ち帰りも OK ですよ。注文いただければ近場なら届けに行くことも可能です。おお、サービス満点ですね。ひいきにしちゃいますよ。かわいい店員さんもいますし。キューキュー。だから抱きしめるのはおやめください。困ります、お客様。ああ、ご心配なく。ちょっとお客様が過剰なスキンシップを求めて来られただけですから。おお、おいっす。あれ、海の家のエプロンをつけてますけど、もしかしてここで働いてるんですか？姿を見ないと思ったら。ああ、実は海の家人手が足りなくて大変なんですよ。私も初日で仕事に慣れてませんし、閉じって転んだりして苦労の連続で。それを見かねてこの方が手助けしてくれてるんです。私は大丈夫ですから皆さんと遊んできてくださいって何度も言ったんですけどあなたらしいですね。困った人を放っておけないナイスガイ。はい、優しいんです。サレンディア救護員でも積極的に家事とか手伝ってくれますし。てか、本当に大変なら私もお仕事とか手伝いますよ。任せてください。私、飲食店のバイトとかをよくやるので慣れてます。ああ、いや、大丈夫ですから。本当に、なぜかは知りませんけど、お客様がほとんど来ないのでかなり暇を持て余してますし、今のところ美食殿の皆さんしか飲み物とか買いに来てないぐらいです。なので店員が増えても余っちゃうだけであんまり意味ないですし、あなたも私に構わず遊んできてくださいね。人手不足とはいえ思ったよりも全然大変ではないので、私と店長さんだけで切り盛りできると思いますから。もう、じゃあお客さんが押し寄せてきてヤバくなったりしたらヘルプで呼んでくださいね。どうかご遠慮なく。私、働くのも大好きです。でも確かにお客さんがいないというか、なぜか海辺は私たちの貸し切り状態になってますよね。海水浴のシーズンだと思うんですけど、なんででしょう。あはは、それは私も不思議ですけど、人混みで砂浜が埋め尽くされるよりはいいんじゃないかと思います。静かな海でのびのびと過ごせますよね。羨ましいぐらいです。いい
仕事が終わったら一緒に遊びましょう。たっぷり働いた後、まだ体力に余裕があったら。はい、ではぜひお願いします。今年はいつもと違う夏になりそうです。私はメイドですけど、あなたといる時だけは普通の女の子でいたいなって思うんです。あ、今の発言、お嬢様には秘密ですよ。お仕事手伝っていただいてありがとうございます。メイドたるもの、本来はご奉仕する立場なんですが、あなたにはなぜか甘えちゃうんですよね。本当に優しいですね。こんな風にされたら勘違いしちゃいますよ。ダメですよ、そういうのは。大人になってからですからね。いつも助けてくださってありがとうございます。私はダメダメなメイドですが、これからもよろしくお願いしますね。結局お客様全然来ませんでしたね。どうしてでしょう。私としてはお客様がいない間に仕事のやり方とか一通り練習できたので助かるんですけど、お店としてはやっぱりお客様がいないと困りますよね。そうだね。ああ、これは本気で無理心中を考えなくちゃいけないかもしれない。そう気を落とさないでください。店長さん、悲観しちゃダメです。私も一緒に頑張りますから元気出してください。ありがとう。でもやっぱり冷静に考えたら、海水浴シーズンなのにこんなに客が来ないのはおかしいよね。今日はもう日も落ちちゃったし店じまいにするけど、明日開店する前にちょっと街でいろいろ調べがてら宣伝とかしてみる。海辺に誰もいない理由を突き止めつつ、どうにかお客さんを呼び込もうと思う。君の言う通りだ、悲観しちゃダメだ。まだ夏は始まったばかりだよね。そうです、その意気ですよ。じゃあ明日からはお客様がどっと押し寄せて忙しくなるかもしれませんね。店じまいにするなら今日はさっさと帰ってしっかり休みたいと思います。うん、お疲れ様スズメちゃん。今日の分のお給料を渡しておくね。お客様もあんまりいなくて全然働いてませんので、最終日まで通って働いた後、売り上げとかから勘定して適度にいただければ大丈夫です。そういうわけにもいかないよ。バイトの募集要項にも毎日ちゃんとお給料を支払うって書いていたわけだし。いえいえ大丈夫ですよ。というか私がお給料をもらったせいで店長さんの一家が首をくくることになったりしたら寝覚めが悪いです。すまないね。明日からはちゃんとお客さんを呼び込んで売り上げを出してお給料を支払うからね。どうか見捨てずに明日からもちゃんと勤めてほしい。無事に売り上げが出たら頑張ってくれた分ボーナスも支払うから。あまり無理はしないでくださいね。私としては貴重な経験をさせてもらってるだけで大変ありがたい感じですので。ではではお先に失礼します。また明日よろしくお願いしますね。いい子すぎる。
スズメちゃんのためにも頑張ってお客を呼び込むよ。はあ、もうすっかり暗くなっちゃってますね。急いで帰らないと。あんまり遅くなるとお嬢様たちが心配するでしょうし。なんか新鮮ですね、こういうのって。いつもはお嬢様や他のみんなが帰ってくるのを待ってるだけですから。本当に貴重な経験をさせていただいてますよ、店長さん。ん？あれ？こんばんは。まだ海辺にいたんですね。さすがに日も沈むとちょっと冷え込みますし、水着のままぼーっとしてたら風邪をひいちゃいますよ。ひゃー！なんで急に光ったんですか？今！はば！驚いた拍子に砂に足を取られて、転んじゃいます。あれ？こんにちは。あなたもプールに遊びに来られたんですか？最近毎日すっごい暑いですもんね。うちはお嬢様がエアコンとか使いたがらないので、熱帯夜になるとほんと寝苦しくって、おかげでちょっぴり寝不足です。メイドたるもの、いかなる時も万全にご奉仕できるように備えておくべきなんですが。いえいえ、当然のたしなみです。それに口では立派なことを言うものの、実践できてるかというと微妙ですし。はい、今日は単なる付き添いですので泳ぐつもりはありません。私そもそも水着を持ってませんし。言うのが遅くなりましたけど、私はお嬢様と五角遊がプールに遊びに行くというので付き添っているんですよ。たまにあるんです、こういう日が。お嬢様は大抵スズメも一緒に遊ぼうって誘ってくださるんですけど、お嬢様の五角遊ということで皆さん年上の高校生ですし、やや気遅れするというか恐れ多いです。とはいえ何かあった時にすぐ対応できるようおそばにはいたいですし。悩ましいんですけど、こうして微妙に距離をとって遠くから見守る感じにしてます。お嬢様が楽しそうにしているのを遠目から眺めるだけで私は満ち足りますから。本当に何にも代えがたい至福のひとときなんですよ。せっかくのプールなのに泳がないのはもったいないかもしれませんけど、でも私はドジなのでうっかり溺れてご迷惑をかけちゃいそうで。行ったそばからドジを。濡れたプールの床に足を滑らせて転んじゃいます。っていうかプールに落ち、ひゃー。またドジってしまいました。苦しい。服が肌にまとわりついて思うように動けません。こんなことなら水着になっておけばよかったかも、なんて嘆いてみても後の祭りですね。とりあえず本格的に溺れる前にどうにか水面に浮上を。あれ、あの方が飛び込んできましたね。私を救助してくれるつもりでしょうか。え、プールの底に頭をぶつけませんでしたか？よく飛び込むから。あ、失神してません？大丈夫ですか？今すぐお助けしますからね。はあ、大丈夫ですか？はあ、これは完全に失神してますね。どうすればいいんでしたっけ、こういう場合は。水難事故の際の緊急マニュアルを思い出しましょう。まずは気道の確保と心臓マッサージ。えいえい、蘇生してください。そしてマウスとマウスで人工呼吸を。
何をためらってるんですか私。これは尊い人命救助、騎士とは違うやつですから、照れたりする必要はないはずです。ごめんなさい。初めてかもしれませんが、人生で一度だけの大事なそれを奪っちゃうのは心苦しいですが、仕方ないんです、許してください。後で責めていただいても構いません。あなたの命の方が大事です。はっ、ああああ、びっくりした、息を吹き返したんですね。よかった、間一髪でした。本当に危ういところでしたよ。もう全ての原因は私のドジなので、あんまりお説教したくないですけど、救助した側が溺れるなんてありえない大失態ですからね。反省してください。でもよかったです、あなたが無事で。おっと、騒ぎに気づいたらしいお嬢様が駆け寄ってきますので、事情を説明してきますね。あなたはとりあえずあんまり動かず安静にしてください。後でちゃんとお礼やお詫びをしに参りますので、それでは一旦失礼いたします。はい、お疲れ様。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。起きたら全部忘れちゃうわ。しかしまあ、あんたほんと頻繁に死にかけるわね。そういう星のもとに生まれたのかしら。たまにスズメちゃんに匹敵するか、それ以上のドジを炸裂させてない？気をつけなさいよ、命あってのものだねだからね。特にこっちはあっちに比べて殺伐としてるっていうか、血生臭い世界観なんだからさ。気抜くと本気でコロッと死ぬわよ。まあいいわ、夜中の海辺で眠ってたら波にさらわれちゃいそうだし、さっさと目覚めなさい。それでいつでも頑張ってる働き者のメイドさんをねぎらってあげて。街の外ですし、魔物とかも出てくる可能性がありますから、十分警戒してください。とりあえずこんなところでのんきに寝てちゃダメですよ。お気持ちは嬉しいんですけど、多分大丈夫そうです。ほら見えますか、私の帰りが遅いので心配したお嬢様が迎えに来てくれたみたいです。もういつまでも心配性なんですから。お嬢様、スズメはここにいます。気を使わせてしまってすみません。ご安心ください、何があっても私はちゃんとお嬢様の元へ帰りますから。では私はこれで失礼しますね。
美食殿の皆さんの旅行は3泊4日の予定でしたっけ。それなら明日からも会えますね。よかったらまた海の家を利用していってください。ではでは、また明日この海でお会いしましょう。どうして花火が大爆発するんですか。みんな逃げてください。ご奉仕することが私の喜びです。海でもどこでも御用の際は気軽に声をかけてくださいね。まさか足元に花火があるなんて。子供たちは危険ですから離れてください。暑い。いらっしゃいませ。ご注文は。転ぶ。今日もご奉仕頑張りますよ。失敗はしませんからね。絶対、きっと、多分。働くのって楽しいですね。あなたと一緒だと、もっと楽しく感じちゃいます。働きますよ。お仕事、開始です。頼みますね。シュワシュワっと。飲み物ご用意しますね。